皆さんこんにちは。今回は5周年になったばかりの環境で強いモッドスキルの素材を紹介していこうかと思います。モッドスキルっていうのはモッドスキルにスロット枠っていうのが存在して、そこにこの青い字で書かれた追加効果っていうのがついてるスキルを装着できるんですよ。で、装着するとこの追加効果だけが付与されるっていう感じで、で、まあこの追加効果はモッドスキル自体にもあるし、モッドじゃないスキルにもね、これついてたらね、ソードスキルの直撃時に発動します。で、追加効果にはこういう三角のマークがあるんですけど、その三角のマーク分このスロット枠を消費して装着できるっていう感じで、で、この三角マークが多いほど追加効果が強い傾向にあって、まあこういうやつね、3つ分ついてるやつを1枚装備すると結構強いことが多いです。まあ今の環境だとこの三角2つと三角1つのやつ2枚くらい装着する方が強いっていう場面もあるんですけど、まあ大体多い方が強いですね。ではまず片手直剣から紹介していくんですけど、まずこれですね、ガイザーハックと呼ばれるもので、双剣士の記憶ユージオというスキルレコードなんですけど、まあこれは常設イベント、このアンコールアナザーワールドとか不思議な二人ですね、ここら辺をやってるとまあ手に入るスキルレコードで、まあゲーム内で誰でも手に入れることができるんで配布スキルと呼ばれているんですけど、まあこれがあるから、まあ始めたばかりの人には直剣モッドがおすすめって言ってる感じですね。あとは今の環境だとオーダーで本当に当てにくいんですけど、まあもし当たったらね、無料オーダーとかで当たったら決意の騎士アリス、これがまあ直剣モッドの2枚目使えるようになると、まあ使えるようになるっていうか、この攻撃力が防御力 ×2 上昇っていうのをつけた直剣モッドを2枚まで持つことができると。で、まああとはね、これね、攻撃力が防御力 ×1 上昇っていうのもあるんですけど、まあこれはちょっと弱いんで、まあ眼帯アリスほどではないから、まあ3枚目に入れるか入れないかくらいなんですけど、だいたい直剣モッド2枚と、まあ、バフ効果のある覚醒スキル2枚で4枚構成がだいたいいいと思いますね。まあ3枚目ね、これ使う場合もあるかもしんないんですけど、基本は2枚ですね。まあ直剣モッド4枚まで行くとあんまり強くないんじゃないかなって思うんですけど、まあ強いって思う人はちょっとコメント欄で教えていただけるとありがたいです。で、次片手再建の紹介なんですけど、まあこれ霧雨さんの SAOIF スキルレコードまとめっていうサイトなんですけど、これね、めちゃくちゃ便利なサイトなんで、で、俺いつも使わせてもらってます。本当にね、ありがとうございます。この動画でね、使う許可をね、いただいてるんで、このサイトので、片手再建は85層以上のフロアボスに対してはちょっとクリティカル耐性があって、クリティカルが出なかったりするんですよ。まあ、クリティカル発生率 300% とか 400% とか必要になってくるんで、まあ、400% いるのかな、まあ3、うん、そうだね、いるか。まあ、85層フロアボスは最初クリティカル耐性バフがついてて、で、ブレイクしないとそれが外れないんですけど、まあ、そうなると確かクリティカル耐性 300% だか 400% だかちょっとわかんないです、忘れたんですけど、まあ、それくらいなんで、で、ブレイクした後は、まあ、耐性バフが外れて、多分ね、クリティカル耐性バフ外れるとね、耐性が 200% くらいになるだと思うんですよね。なのでね、こういうね、クリティカル発生率 300% 上昇のやつがあるとすごくいいんですよ。85層以上だったらね。まあこれもそうだし、現状では覚醒スキルのハート狙い撃ちアスナ、これかな、これもね、発生率 300% なんで、ここら辺があったらね、85層以上でもね、まあ、戦えたりするんで、まあ、これがね、消費スロット枠1枠なんで、まあ、あとの2枠どうするかって話なんですけど、まあ、このゲームはいろんな要素をバランスよく上げるとダメージが高くなるようになっていて、まあ、これダメージ計算式っていう記事を前書いたんですけど、まあ、ダメージ値は攻撃力×スキル力×ダメージナンパー上昇×覚醒率っていうのがあって、で、その攻撃力、スキル力、ダメージ上昇、覚醒率、その4つの要素をバランスよく上げると、そうしたらダメージが最大値を取るっていう感じなんで、で、まあ片手再建はこのダメ上昇の部分が伸びやすいんですよ。クリティカルダメージ100何十%上昇とか、そういうね、高いクリティカルダメージのモッド素材が多いんで、まあスキル威力はね、メモリア小石とかの限界突破素材で上げたりとか、
まあ、あとはコンビネーションバフくらいでしか上げられないし、まあ、ここら辺はまあ限界があるし、まあ、覚醒率もね、覚醒の枚数増やすだけなんで、あとは枚数増やして覚醒レベル上げてって感じなんで、でもあとは刻印系だね。だから残るは攻撃力なんで、片手再建使う場合は攻撃力を上げれば上げるほど、まあ、上げれば上げるほどっていうとちょっと間違ってるかもしれないんですけど、まあ、このダメージ上昇と釣り合いを保つためにね、攻撃力を上げるっていうのが良くて、まあ、だから攻撃力上げることを意識するのがいいんですよ。まあ、片手再建の熟練度スキルってやっぱ攻撃力上がるものが本当になくて、でしかもやっぱクリティカルが出ないと全然強くないみたいなのが結構あって、まあ、片手再建は俺強いスキルあんまり持ってないんで上げてないんですけど、あんまり熟練度スキルを、まあ、だからこういう風にクリダメが上がるかつ攻撃力も上がるような追加効果があると強いですね。まあ、しかもこのタイニーチーパーは消費モッドスロット枠1枠なのがすごくいいですね。あとはこのフラワーアレンジアスナー、これ3枠使ってクリティカル発生率 300% ついてないじゃないですか。でもこれは例えば61層フロアボスのナーシャとかに、まあ、使えたりするんで、まあ、クリティカル発生率 300% なくても、まあ、ナーシャくらいだったら、まあ、クリティカル発生率 200% ぐらいにしてなんとかできると思うんで、確かナーシャはクリティカル耐性 100% だった気がするんで、ちょっとこのサイトの上から見ていくか。このナイトルーティンアスナは、まあ、風属性スキルの使用時なんで、まあ、風属性使うときにいいモッド素材なんですけど、まあ、攻撃力も上がるんで、まあ、これ残属性の敵にって突属性が弱点の敵にっていう意味なんで、まあ、あとはこれ俺持ってるんですけど、この情熱パートナーアスナはね、まあ、2枠使っちゃうんですけど、まあ、他の攻撃力上がるようなスキルとか組み合わせたり、まあ、当然クリティカルダメージなんでクリティカル出ないと、まあ、弱いっていうか発動しないんで、あとはこのねショーダウン勇気も結構強いですね。でアスナ1枚以上装備するとクリティカル発生率 100% 上昇する効果まであるんで、これすごくいいですね。あと溢れる自信小春はこれはどうなんだろうな、使う人いるのかな。でもなんか、まあ、強いといえば強いけど、やっぱ 120% とかと比べてしまうと少し低く見えますね。まあ風属性限定なんで、まあ、いつか使うかもしんないですね。ちょっとわかんないです。俺やっぱりパワーライズ4持ってなかったりして、本当にスキル持ってないとわかんないっていうことがすごいあるんですよね。やっぱ、まあ、スキル持ってないっていうだけじゃなくて、まあ俺実力的になんて言うんだろう、ステータスが低いんで、ステータス高くないとわかんないっていうことも結構あるので、まあそういう点でもちょっとざっくりになっちゃうんですけど、まあ一応世に出してみるのが大事かなと思って、でなんか間違ってたら、まあ、なんかわかってる人ができればそのコメント欄とかで教えてもらえれば本当にありがたいなって思うんですけど、あとこれもねクリティカルダメージ 80% 上昇で消費スロット枠1枠で、これもいいですね。しかもまあこれダークスラストってこれ全体攻撃のこれ広範囲のやつなんで、まあモブ狩りにも使いやすくて、でスキル威力もねそこそこっていうか、まあ結構高い方か、モッド素材にしては結構使いやすいスキルですね。あ、これもそうか、これもそうなんだね。まあ残属性ですけど、あとこれどうなんだろう、俺使ったことないけど、一応その攻撃力が上昇する効果があって、刻印書、刻印、視聴印、あとは突水印も加わってくると思うんですよ。これテキスト前修正されたんで、まあ、攻撃力上昇するから強いのかもしんないですね。ちょっと俺わかんない。まあブレイクゲージ増加量が多いからあって損はないのか。あ、でも8連撃か、8連撃じゃちょっと微妙か。まあ、あとはちょっと注意したいのが、この電光石火アスナとか 40% しか上がんないんで、これ結構弱いんですよね。まあでももしかしたら攻撃力上げたりして釣り合い保ったら、まあそこそこ強いかもしんないんですけど、まあ基本的に多分弱いと思うんですよね。わかんないですけど。まあこれね、残攻撃弱化デバフっていうのが結構使えて、中には片手再建でタンクやる人もいるんで、超珍しいんですけど、普通に安定して、タンクやってる人いるんですよね。あの天使アスナっていうのをバーストで打つと HP が 30% も回復するんで、それでびっくりした。この前っていうか、ずっとそうやってる人がいるんですけど、あの指輪にコーヒーブレイクリズベットっていうのを入れると火傷耐性が 100% にできるんですよね。でそれを入れなくてもタンクできちゃってるんですよね、片手再建で。その人は、まあそういう人もいるんで、でこれ使ってたんですよね。まあ、とにかくそのクリダメの数値ね、こういうねちょっと低いやつはあんま強くないかもしんない。まあ本当に何もないんだったら、
まあ、入れてもいいかもしんないけど、正直それやるくらいだったら、まあ、弓の方が強いかもしれない。まあその自分が持ってるスキルでね、一番いい編成をねするのがね、そりゃ理想なんですけど、あとは普通にね、これモッドについてる効果ですね、これも攻撃力上昇するやつとかあるんで、まあそういうのたまたま持ってたら他のにつけてもいいのかなと思います。で次片手コンなんですけど、まあ片手コンはこのハイフマテルっていうやつですね。これは94層のストーリーを全部クリアすると確か手に入ったと思うんですよ。まあ間違ってたらすみません、まあ、これね結構ね効果がいいんですよ、配布なのに。でまあ刻印系の敵に攻撃 50% 上昇と打属性弱点ダメージ 50% 上昇なんですけど、これねあのキョンシーのオーダーで出たやつ、これと効果が一緒なんですよ。まあだから追加効果の性能的には星4と一緒ぐらいで、だからあと2枠ねこういうのつけたりみたいな、まあ持ってたらですけど、まあこういうのあったらね1枚で全部済むんで。ただ片手コンで火力出すくらいだったら、まあ片手コンってサポートが得意な武器なんで、まあサポートに回った方が全然あのパーティーに貢献できるというか、まあサポート分で上がったダメージ分の方が自分が出す火力より大きいみたいなのは全然あると思うんで、始めたばっかの人は。まあだから基本的にね刻印とか打って、まあ刻印ってまあこういうね、敵が次に受けるダメージを2倍にするデバフですね、刻印デバフってやつ、まあ、そういうやつねつけた方が強いっていうことの方が多いかもしれないですけど、まあ、もしね片手コンで火力出したいなら、まあ、そういうのつけるのがいいんじゃないかなって思います。でまあ刻印状態にしないといけないんですけど敵を、まあ、さっきみたいにその、まあ、こういうねそのさっき言った刻印ですねを打ったりして、まあ視聴員だったら、まあ十何秒間、12秒間ぐらいだっけ、なんか消えないから、まあそれでもいいんですけど、まあでも結局すぐ消えちゃうんで十何秒とかね。まあ楽印でもいいですね。楽印は特にスタックだから、まあパーティーメンバーがね、維持してくれた方がやりやすいけど、まあソロだと、まあちょっとやりにくいかなっていう気はしますが、まあ自分で刻印打ちながらやってできるんだったら、まあそれでもいいのかもしれないですね。でまああとはモッドにモッドつけるくらいですね、なんかいいやつがあったら。まあ、片手コンは基本サポートの方がいいかもしれないです。で次探検なんですが、正直探検は俺本当にスキル持ってないしパワーライズ4も持ってないんで本当にわかんないんですよ。だから本当にざっくりになっちゃうんですけど、まあこういうね三角3つついてるやつは強くて、でこれ状態異常、毒、火傷、出血、凍傷の敵に対してって書いてあるんですけど、この毒、火傷、出血、凍傷をそれぞれ99スタックにすると、この4つ99スタックにしたら4つ全部分ね適用なんで、 99×4 だけこれ1スタックにつき 0.5% 攻撃力が上昇するんで、まあ時間かければ強いんですけど準備にマジで時間がかかる。であとはこういうね、これも似たような効果なんですけど、まあ、こっちの時アルゴは 0.5% じゃないですか。でこっちは 0.3% なんですけど、まあ、こちらもね配布スキルがあって、意外なポテンシャルスキラー、こちらは85層ストーリーを全部クリアすると手に入るんですけど、まあ、これは1枠消費で 0.2% なんで、まあ、さっきのこの 0.3% と合わせると、まあ、こっちと同じ効果になるんですよね、 0.5% なんで。まあ、だから配布のスティラがある以上、まあ、これを手に入れるだけで、まあ、実質この時アルゴと同じ効果にできるんで、まあ、あとはこの天神乱魔シリカですね、これもね 0.3% なんで、まあ、実質この時アルゴと同じにできると、こういうのが手に入るだけでね、この 0.3% これも 0.3%、まあ、あとはこれも強いんじゃないかな、毒状態の敵に攻撃力とダメージ上昇それぞれ上がって、まあ、攻撃力とダメージ上昇釣り合いが保ちやすいのかな、わからんけど多分これ強いですね。あの87層ダンジョンボスと戦ってるその海外勢の動画とか見ると結構使ってる人がいました。これもどうなんだろうね、ちょっとわかんないです。俺やったことないから本当に持ってないとわかんないっていうのがすごい大きいと思うんですよね、このゲームは。やっぱいろんなスキルの組み合わせのゲームだから。まあでも基本探検は本当になんかそういう準備に時間がかかるから、その始めたばっかの人がやるにはちょっとまあ難しいし、まあそんだったら直剣もっと狙った方がいいよっていうのがあるんで、まあパワーライズ4も必要だしね、
まあ、そういう点で、まあ、紹介はこれくらいにしておきます。次、両手斧ですね。両手斧は、まあ、自身の残り HP 割合かける何パーセント攻撃力が上昇ってやつが強くて、まあ、こういうやつですね。これは特にやっぱ広範囲全体攻撃で、これすげえモブ狩りしやすくて、あとトレインコンダクターユージョもそうなんですけど、まあ、自分の残り HP 割合に応じて強いやつと、あとは敵の HP が 50% 以上の時に攻撃力がめっちゃ上がるやつ。まあ、これは敵の HP が半分以上残ってる時に使うやつなんで、ちょっと前半戦にしか使えないんですけど、まあ、そこがちょっと難しいところですけど、まあ、大体ね、このね、自分の残り HP 依存のやつが強いです、斧は。で、やっぱりさっきのダメージ計算式でもやったと思うんですけど、攻撃力が上がる分、ダメージ上昇系が重要なんですよね。その釣り合いを保つために。だからこういうね、ダメージ上昇系のモッド素材も、まあ、いろいろ入れながら、その検証しながらやるのが一番理想ですね。まあ、これも3枠使うけど、まあ、こういうのもね、まあ、場面によっては全然使うんで、あとはこういうね、そのこれも、まあ、最近出たこのワルキューレオーダー、この動画撮ってる時点で最近出たやつなんですけど、まあ、これもね HP 依存の効果があって、まあ、ちょっとリーファ3枚っていう条件が厳しいんですけど、まあ、これも場合によってはモッド素材にできなくもないんで、まあ、こういうやつもそうですね、残り HP 割合、これも残り HP 割合だし、まあ、これはねそうだね、普通に使ってもいいし、普通にっていうかこれに装着して使ってもいいし、モッド素材にもなるしっていう感じで、そうこれもね素材としてはキリト1枚で発動するんで結構、まあ、ただこのねキリト1枚っていうのが、この不沈の障壁ヒースクリフがね、あのキリト入れると効果が発動しないっていうのがあるんで、ちょっと相性悪いんですけど、まあ斧はね大体そういう感じです。自分の HP に依存して強いやつ、あと敵の HP50% 以上の時に強いやつで、槍も本当に分かんないんですけど、槍はこの闇ダメージ上昇のバフ効果中とかっていうのがあるんですけど、これは本当に手に入れにくいスキルとかもあって、その発動条件を満たすようなスキルですね。まあ、例えばこういうね鬼バフって呼ばれるような強力なバフ効果、まあこれ8秒間しか発動しなかったりするんですけど、まあこれはね風属性の境界4バフとかもあるんですけど、まあ基本的にはねちょっとね満たしにくいんですよ。満たしにくいというか、まあ、手に入れにくいんですよね、発動条件満たすようなスキルを。あとはこれですね、これ冬空の空勇気、これは強いです。まあ、スイッチ使用時に限定されるんですけど、攻撃力がね 100% も上昇するんで、まあ、あとはねミコサチ、これがクリティカル発生率が 300% も上がるんですが、まあ、敵状態以上にしないといけないっていうのはあるんで、まあ敵にねその攻撃力上昇をするっていうのがあるんで、敵に対して、この状態以上の敵に対して、まあ、あとはこの水着のリーファ、これもね、まあ、クリダメなんで釣り合い保つために攻撃力上げる必要はあるんじゃないかなってなんとなく思うんですけど、まあ、俺はちょっと、まあ、パワーライズ4も持ってないし、水着のリーファも持ってないし分かんないんですけど、まあ、大体そういうのが強いと思います。もうほんとねざっくりなんで申し訳ないんですけど、まあ、あと注意したいのは、この槍で同じセット内のキリトの枚数かけるってやつは、槍の装備セットにキリトを複数枚入れにくいんで、ちょっと使いにくいっていうのは言っておきますね。まあ、こういうやつはね、特にアリスとかもそうですけど、難しいので編成が。で、あと次は弓ですね。やっぱ弓といえば影打ち火事場弓ですね。この自身の HP が少ないほどターゲットが自身に向いてないモンスターに対してダメージが上昇。これの、まあ、最大 250% ってこっち書いてあるんですけど、これがめちゃくちゃ強い。で、俺は持ってないから分かんないんですけど、噂によるとこのタユタウシノンと、まあ、この夏祭りシノンか。と、これからこれ一緒につけんだっけな、なんかね、一緒につけた方が、なんかこの3枠使うやつより強いみたいなことを聞いたことがあるんですけど、まあ、ちょっと分かんないです。まあ、これ1枚あると、まあ、これ1枚だけでね、あのモッド素材は完結するんで、まあ、少ない必須スキルで、少ない必須スキルでというか、まあ、これさえ持ってれば結構ね強いと思います。またこのバフ効果中の敵に攻撃力が上昇するやつ、これも強くて、まあ、これもそうなんですよ、これもね強いです。スナイパーアイシノン、まあ、強いんですけど、まあ、バフ効果中の敵になんで、その猫バフとかクマバフとか入れたり、まあ、あとはそのクリティカル耐性バフとか敵にバフ効果ついてる時に、まあ、やるのが強いんですけど、まあ、ターゲットが自身に向いてないやつにその火事場効果、まあ、これが一番強いんですよ。
まあ、だからソロじゃなくてパーティー用なんですけど、まあ、それが一番強いっていう感じですね。まあ、本当にざっくりで申し訳ないんですけど、まあ、大体ね強いモッド素材はそれくらいだと思います。あ、これも強いね。これもね、そう、自身の HP が少ないほどターゲットが自身に向いてないモンスターに対してダメージが上昇するやつ、これも強いんですけど、まあ、大体それくらいなんで、まあでも始めたばっかの人はね、ざっくりね、大体こういうのが強いんだなってわかるだけでありがたいみたいな人もいるかも、いると思うんで、まあ、ざっくりでもね答えた方がいいかなと思って動画にしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。